兵庫県の知事側近である総務部長が病欠していることを毎日新聞が報道しました。兵庫県は猪本智明総務部長が7月30日から病欠していることを発表しました。猪本氏は斉藤元彦知事の側近の一人で、知事に対するパワーハラスメント疑惑に関する対応を担当していました。今回の病欠は片山康隆元副知事の辞職や小橋浩一前理事の降格に続くものであり、3人の幹部が現場を離れる事態となっています。服部洋平副知事は県議会県政改革調査特別委員会で、猪本氏は体調不良で当面出勤が困難であり委員会への出席もできないと説明しました。また服部副知事は取材に対し、3人が担当してきた業務への影響を最小限にするため関係部長と協力して県政を前に進めていくと語りました。猪本氏は県庁舎の建て替えや県立大学の無償化など県の重点課題を担当していました。7月に死亡した元西播磨県民局長が作成した文書には、前回の知事選で慈善運動に関与したと指摘されていましたが、県の内部調査ではその疑惑は否定されています。このニュースの核心は、斉藤元彦知事の側近たちが次々と職務を離れ、その背景に知事に対するパワーハラスメント疑惑が関与していることです。この問題は県政の透明性や信頼性に大きな影響を与えるものであり、県民にとっても重大な関心事です。まず背景として知事に対するパワーハラスメントの疑惑があります。これは知事が部下に対して圧力をかけ、不適切な働き方を強いていたという内容です。この疑惑が表面化したことで、知事側近の幹部たちが次々と職務を離れる事態となっています。猪本智明総務部長が病欠したのも、この疑惑の対応に疲れ果てたことが原因の一つと考えられます。次に、このニュースの最も重要なポイントは、知事側近の幹部が職務を離れることで県政の運営に支障が出る可能性があることです。特に猪本総務部長は県庁舎の建て替えや県立大学の無償化など重要なプロジェクトを担当していました。このようなプロジェクトが停滞することで県民生活に直接的な影響が及ぶ可能性があります。また知事に対する疑惑が完全に晴れていない状況で幹部たちが職務を離れることは、県政の信頼性を大きく損なうものです。県民は透明性のある行政運営を求めており、このような問題が続くと県政に対する不信感が増大する恐れがあります。今後の見通しとしては、まず知事に対する疑惑の徹底的な調査が必要です。疑惑が事実であれば、知事の辞任やさらなる人事異動が避けられないでしょう。また県政の信頼を回復するためには、透明性を高めるための改革が急務です。例えば外部からの監査や意見を積極的に取り入れることで県政の信頼性を取り戻す努力が求められます。このニュースが社会や個人に与える影響としては、まず県民の行政に対する信頼が揺らぐことが挙げられます。信頼が損なわれることで県民が行政サービスを受ける際に不安を感じる可能性があります。また他の自治体にも同様の問題が波及する可能性があり、全国的な行政改革のきっかけとなるかもしれません。最後に重要なポイントを再度まとめます。兵庫県の知事側近である幹部が次々と職務を離れている背景には、知事に対するパワーハラスメント疑惑が存在します。この問題が県政の運営に支障をきたし、県民生活に影響を与える可能性があります。今後の対応としては、疑惑の徹底的な調査と県政の透明性を高めるための改革が求められます。それでは次に、実際に寄せられた世間の声を見てみましょう。体調不良がどうしたの、やめても百条委員会には出頭させるべきだろう、事実確認は必須なので出頭はしてもらわないとね、全容解明には副知事は必要だろうからな、でも強権政治していたのは明白だから身柄確保になってほしいけどな、警察は全く動いていないのかな、そこら当たりも気になるけどな。現在日本中が注目している百条委員会です。ここでのやり取りの内容が兵庫県のみならず
他都府県にも影響を及ぼす可能性があります。制度上可能な限りしっかりと出頭させるべきです。事実をはっきりさせないと職員が自殺してしまったことが浮かばれません。本県では議会と行政からの圧力があったとされるため、市民を軸とした常設機関の設置と監視、是正、解職請求の権限を付与すべきと思います。特に解職請求については要件緩和と手続きの簡素化を含めて市民の声を反映しやすいようにするべきです。猪本智明総務部長は病欠ですか？お気楽ですね。県知事、副県知事、理事をはじめとするあなたたちの行為を不正と告発した局長さんは公務員失格との烙印を押され、定年退職も認めない停職の上降格処分、第二の人生の門出を台無しにされ、さらに自ら命を絶つことを選びました。原因となった猪本さんは病欠で済ませてはいけない。調査の上しかるべき処罰を受けるべき。猪本智明総務部長は病欠ですか？お気楽ですね。県知事、副県知事、理事をはじめとするあなたたちの行為を不正と告発した局長さんは公務員失格との烙印を押され、定年退職も認めない停職の上降格処分、第二の人生の門出を台無しにされ、さらに自ら命を絶つことを選びました。原因となった猪本さんは病欠で済ませてはいけない。調査の上しかるべき処罰を受けるべき。診断書1枚でお休みできます。誠に便利な制度です。病欠と言うんだそうです。大方の民間企業は病気になれば有給休暇を取得して休むけれど、公務員は病欠というのがある。民間は有給は最大で40日、それを越すと欠勤扱い。ところが役所は病欠は年休取得にならない、なので年休は減らない。診断書を出して病欠で休んで、期限切れになる前にちょこっと出勤して、また診断書を出して休む。さすがにずっとはこんなことはできませんが、猛者になると12年くらいは休むそうです。なので年休は減らない。もちろん減給も降格もない。信じられないような話ですが本当のことです。1日に100件の苦情電話、対応職員の肉体精神の負担やいかに、メンタル大丈夫かと職員へのしわ寄せに心を配らないのだろうか。どこかの県ではメンタル相談室に行ってとかしか言われねえんだろうな。これがトップマネジメントの現状だよな。兵庫県 HP にはメールで意見を届けられる提案箱がある。爽やか提案箱では県民の皆様の県政に関する前向きで建設的なご提案をお待ちしております。兵庫県をより良くするため県が実施する施策や事業に関するご提案をお寄せください。この投稿すら職員は内容吟味の振り分けで大変だろうな、真面目な投稿もあろうから、担当の部長は知事にどれを報告するか丁寧に読んだんかな。側近批判も含まれ持たなかったんだろうか。兵庫県庁職員が全員県知事が辞職するまで病欠かストライキか長期有給休暇を取ればよい。県知事一人でどこまでできるか、全員懲戒免職解雇できるかやってみな。次期兵庫県知事に石丸伸二氏に県下各市町村長から出馬意向打診と要請してもらえばいい。受けないと思うけど、東京都を変えないと日本の末端市町村まで変わらないし、切り捨てられるだけだから。高度経済成長を支えた地方から金の卵の集団就職も切り捨てられ、郵政民営化も地方が切り捨てられ、低迷30年を支えた中小基盤企業が利上げで切り捨てられる。これらは集団就職で首都圏に定住した地方出身者だよ。切り捨てられるのはいつも地方だよ。プロジェクトマップ代を中小基盤企業に回せよ。疑惑の人が次々と体調不良で休み、この人たちって自殺した方を追い詰めていた方と同一人物なのでは。だとしたら事実関係の調査に関しては協力してもらいたいよね。白なら白で説明が欲しいし、黒なら謝罪とともに罪を償う必要がある。維新は初めての大阪で強権政治をして拍手喝采された。その成功体験があるので兵庫県でも同様のことをしただけだろう。でもあの頃と日本の社会状況が大きく違った様相を呈していることに気づくべきだったと思う。総務部長も病気でお休みでしたか。片山副知事の辞職と
文春砲で牛タンクラブも耐えやすくが返しましたね。こんな人たちのために元局長さんが命を投げ打って抗議されたのが無念でなりません。側近は元気らしい産業労働部長一人になりましたが、それでも知事は辞職しないんでしょうか。せいぜい服部副知事を大事になさってください。兵庫県民がかわいそうです。こんな知事の名前が入った証書を受け取りたくないでしょう。早く誰か刑事告訴して裁きを受けさせ罪を償わせるべきです。各部局は誰に相談したり指示を仰いだりするのでしょうか。まさか残った技術系の副知事に全部任せるのですか。人事や財政は知事に直接決裁させるのですか。議会対応は誰が仕切るのでしょうか。無責任に逃げた副知事は卑怯者ですね。体調不良とのことで同情しますが、それは免罪符になりません。二人の職員が命を落としています。人事に最も近い総務部長の責任は重大です。百条委員会には出るべきです。逃げるなら最初から知事に従わなければよかったのです。信念も矜持もない人は幹部になるべきではありません。こんな状態で内部調査や百条委員会をやっても意味があるのでしょうか。内部の不正を隠蔽している状況では外部委託して正々堂々と調べないと海は出せませんし、何も変わりません。県民も納得しないでしょう。百条委員会なんて昔の制度です。いくらでも隠蔽できます。記事からもわかるように県職員の人権と地方自治の運営が大きな危機にさらされています。百条委員会が開催されますが、証言予定職員への口止め疑惑も懸念されています。今こそ中央省庁が調査と対応に乗り出すべきです。法務省、人権擁護局や総務省、自治行政局に期待したいです。今回の事件は死者まで出ています。岸田総理には関係大臣を通じて所轄省庁への緊急指示をお願いしたいです。療養の励ましとしてチャーチルの言葉を送ります。過去のことを過去のこととして簡単に片付けてしまえば未来をも放棄することになる。元県民局長の文書を消したところで簡単には片付かないでここまでの騒ぎになったでしょう。お大事に。証言をすることもあるかもしれませんので早期の回復を祈ります。百条委員会対策だと思われても仕方ないのでは。体調不良で委員会での証言に耐えられないならば、事前に質問を文面で用意して文面で回答してもらえばよい。内情を話せる人を出さないと知事側は反論もできません。委員会としても事実認定に足りる材料がないかもしれない。いかにも都合の良い体調不良に思えてきます。8月後半の百条委員会には出てきてほしいです。医師の診断書を出して出席を回避するかもしれませんが、もはや県民国民が凝視する中で戻ることはできないはず。何があったか自分の口で話してほしいです。知事の擁護でも構わないと思います。いかに恥知らずの4人組でも家族親族恩師や友人知人がいます。現時点でも多くの知り合いは離れているでしょう。こんな人と関わりたくないのは当然です。今までやらかしたことが明らかになれば外を歩くこともできなくなるでしょう。県民や県政に真面目に向き合っていた2人の優秀なリーダーを自死させた知事と4人組維新の議員たちの罪は重いです。正直に事実を明らかにすることでしか罪を償えません。亡くなった方々の苦悩を思いやり裁きを受け罪を償わなければなりません。県庁は全く機能していないようです。それでも知事は辞めない。辞められない事情があるのでしょう。自分を知事に押し上げてくれた政党が理由ではないのか。知事立候補の時何か約束をしたか。握られているか。維新も兵庫県で美味しい思いをしているのにここで知事に逃げられたら困るのでしょう。前の知事の井戸氏の時もひどかったようですが、相変わらずの兵庫県です。さすがに人として耐えられなくなってしまったのでしょうか。庁内では求心力が低下し県民からの突き上げもあり針のむしろ状態でしょう。同情はしませんがお察しします。知事の後ろ盾をもらい勘違いしたのでしょうが、あなたたちのせいで人が亡くなったことに変わりはありません。懺悔と後悔の中で日々過ごしてください。兵庫県の知事側近である総務部長の病欠と複数の幹部の職務離脱に対するネット上のコメントを分析した結果、多くのコメントが今回の事態に対して
批判的な意見を持っていることが明らかになりました。コメントは、知事やその側近たちの行動に対する強い非難と、県政に対する失望感を反映しています。まず、コメントの中で繰り返し指摘されているのは、知事側近の幹部たちが次々と職務を離れるという異常な事態です。これに対して、体調不良が免罪符にならない。逃げるなら最初から知事に従うべきではなかった。という厳しい意見が見られます。特に、2人の職員が命を落としたことに対する責任を強調する声が多く、総務部長が百条委員会に出るべきだという主張が目立ちました。また、内部調査や百条委員会に対する不信感も強く現れています。内部の不正を隠蔽している状況で、外部委託して正々堂々と調べなければ意味がないという意見や、百条委員会は昔の制度で、いくらでも隠蔽できるという声が上がっています。これらのコメントから、県民は現行の調査手法に対する不信感を抱いており、外部の第三者機関による徹底的な調査を求めていることがうかがえます。さらに、知事に対する批判も多く、県民や県政に真面目に向き合っていた。二人のリーダーを自死させた知事と側近たちの罪は重い。知事は辞めないのかという声が多く寄せられています。知事が辞職しない理由についても、自分を知事に押し上げてくれた政党との約束があるのではないか、という推測がなされており、政治的な背景に対する不信感が強いことがわかります。また、知事や側近たちの行動に対する個人的な責任追及の声も強く、人事に最も近い総務部長の責任は重い、逃げた副知事は卑怯者だという厳しい言葉が多く見られます。これに加えて、知事の後ろ盾をもらい勘違いしてしまった。あなたたちのせいで人が亡くなったという感情的な批判も含まれており、県民の怒りと失望が強く現れています。さらに、コメントには県政の運営に対する具体的な懸念も現れています。各部局は誰に相談したり、知事を仰ぐのか人事や財政は知事に直接決裁させるのか、といった疑問が多く出されており、県政の運営が今後どうなるのかについての不安が広がっています。これらの懸念から、知事側近の幹部たちが次々と職務を離れることで、県政の機能が低下する可能性が指摘されています。総合的に見て、今回の事態に対するネット上のコメントは、知事やその側近たちに対する強い批判と、県政の透明性や信頼性に対する深刻な懸念を反映しています。特に、職員の自死や知事側近の職務離脱に対する責任追及の声が強く、県民は現行の調査手法や政治的背景に対する不信感を抱いています。今後、県政の信頼を回復するためには、外部の第三者機関による徹底的な調査と、知事や側近たちの責任追及が不可欠です。また、県政の運営が滞ることによる影響についても懸念が広がっており、迅速かつ透明な対応が求められています。今回の事態を受けて、県政の透明性を高め、信頼を回復するための改革が急務であり、県民の声を反映した対応が必要です。政治的な背景や内部の不正を隠蔽することなく、真実を明らかにすることが、県政の信頼回復への第一歩となるでしょう。皆さん、今回の動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の内容を通じて、兵庫県政の現状や問題点について深く理解いただけたのではないでしょうか。斉藤元彦知事やその側近たちの行動がもたらした影響は非常に深刻であり、県民の信頼を大きく揺るがすものとなっています。さて、ここでいくつか皆さんに質問を投げかけたいと思います。皆さんは、知事や側近たちが次々と職務を離れた背景には何があると考えますか？また、百条委員会の調査がどれほどの効果を持つと思われますか？さらに、県政の信頼回復にはどのような対策が必要だと考えますか？これらについて、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。今回の動画を通じて、県政の透明性や信頼性の重要性について、考えさせられた方も多いと思います。今後、兵庫県政がどのように変わっていくのか、私たち一人一人が注視していくことが求められています。県民の声が反映される公正で透明な政治運営が実現されるよう、
皆さんと共に声を上げ続けたいと思います。今回の動画が皆さんにとって有益であったならば、高評価ボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録もぜひお願いします。最新の情報をいち早くお届けするために通知をオンにしておくこともお忘れなく。それでは次の動画でお会いしましょう。